はいさーい、アリンクリンレディオ、はい、シャープさんということで、企業名言ってるのかなと思ってシャープさんね、シャープさん、シャープさんっていうからがっつり企業名の話するかなと思ったあの有名なハッシュタグシャープさんっていうことです。あのシャープさんじゃないですかね、あんまラジオでさ、うん、シャープさんとか言わんけどな、そんなアリンクリンレディオっつってから始まるやん、大体何ですか権限です。いやもうお前 さ3日間連続権限って言ってない。で権限今もう、うん、僕持ってますから、うんうん、ちょっと僕のペースでやらせてください。権限で引っ張りすぎんねトーク。さあ、まあコメントね、結構たくさんの方からのコメント見るか来てますね。てるやりんけんさんから LINE 来てるけど、えなんでなんか送ったお前。あ、俺も来てるわあ、りんけんバンドっていうね、うん、バンドがあって、はいはい、僕たちはお世話になったんでね、てるやりんけんさんっていう沖縄の大御所の方から今 LINE 2人来たやん。りんけんバンドリーダーのね、ティンクティンクは YouTube を始めたんで、そのロケの動画が届きました、はい、本当だ、はい、多分宣伝やさ見てねっていう。その前にもね、ティンクティンクの、あ違う、リンケンバンドの船やれっていう曲の、うんうんうん、YouTube がね、映像ですか。あ、それ俺来てんの。おー、なんか 俺はなんかあれなんだすね俺には俺で、お前にはお前のジャンルがあるんだすの。まあいいんですよ、リンケンさんの話は、うん、はい、ちょっとね、アリンクリンチャンネルの、コメントをいろいろ来てますよ、うん、はい、まずマーキーさん、ショーレースの裏話とか普段聞けないようなお話も聞けて嬉しいです。はい、確かにね、あんまり喋ったことないんじゃないですか、ショーレースの裏側の話とか。ごめん、あんま2人とも携帯見ない子、あんま2人とも携帯見ない子。じゃあお前が見るか、携帯は、うん、なんか映り悪いぜ、うんうん、まあ、ラジオだからいいけど、はいはい、デイジ2人ともなんか携帯触ってあ、なんとかなんとかですみたいなイメージ悪いからさ、はいはい、じゃあちょっとお前が見ていく、これは、うん、なんていうのこれ、ビンチビンチ、ビニックビン、ビニックビン、英語だ、ハズダベスト、ハズダベストってどういう意味？ん？何それ？ハズダなんて言ってんの？わからん。ハズダベスト？ハズ、ハブの、なんとか系、わからん。ハズダベスト。あ、なんかこれ、このなんか秒数書いてあるさ。何分何秒とかに。この時になんか良かったよってことなんじゃ。まあね、その瞬間、まあお前が英語わからんとおかしいけど、うんうんうん、リュータ俺の携帯見なくていいよわかる、この秒数変えてんのもわかるんだけど、うん、別にいいよ、そこ広げるとこないし、うんうん、じゃあこの秒数に行ってみるとかもないさ、うん、別に、うん、だから俺あえて言わんかったのに、うんうん、そこまで見られちゃうと、うん、ちょっと進行でもないんだけど、うん、すごいやりづらかった今、うわーそんな感じだったんだ。ごめんごめん。いやしかもこうなんかコンビニの立ち読みされてるような、あのね、覗き見されてるような感じだったから、アクリル板越しにみんな携帯。こんなされてやったことね。じゃあもうまっすぐ見ますか。そうだね。はい、グスク初心者。面白いな名前。明日の朝の弁当作りの時間に見ようと思ってたけど、我慢できず見てしまいました、うん、ショーレースの裏話とかもめっちゃ面白かった。明日の配信も楽しみ。はい、ありがとうございます。サイさん、謙虚な心は大事、第1回バイアスロンの時の気持ちも忘れないでねって、うん、多分クリスに言ってるな。そうですね、サイさんはサイさんはもうお笑いガチ前の時から見に来てますからね。うん、はい、ベテランです。ヒロエさん、ガレッジセールのゴリさんとのチャンネルコラボとか面白くない、うん、おお、絶対何回も見るし、うん、あとさ、昔トンネルズさんたちがやってた食わず嫌いなやつどう？は、他人の好きな食べ物とか嫌いな食べ物知りたい。うんうんうん、いいね。あとベニードサンゴさん、コメント読んでもらえると本当にレディオって感じで楽しいな。それにしても最後の遊戯王カードの話聞いてたら2人の顔が小学生に見えてきちゃって前半の話が飛んじゃった。一食い虫の話ね。そうだね、うん、沖縄テレビ敗者復活頑張って。はい、まあはい、こんな感じで来てますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう、うんうん、毎日続けるって言いましたよ。うんうん、はい、でもダイエットもそうだよね。
やっぱ毎日続けたら効果出る。効果が出てきて。YouTube も一緒ばいな。はいはい。毎日続けたら効果出るって、うんうん。だってコメントも多くなってるさ。うんうんうん。うんうん、確かに確かに、うん、確かにな。毎日続けましょうよ。なんかファンをどんどん獲得していこう。はい、うんうん、なんか疲れてん。いや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 、明らかに疲れてるよね。何が？俺朝弱いやつムカつくんだよ俺本当に。何が？全然疲れてないっすよ俺。朝、俺クリスってさ、うん、朝型なのよ、うんうん、リュウタなんで朝弱いよね。朝弱い。もっとなんか朝だからこそ、うん、おはようって言ったことある？朝起きて言わないでしょ。言ってる絶対言ってまいない。マジ言ってるし。俺本当に朝起きたらみんなにおはようって、おはようございますって言う。おはようございます。でもリュウタの場合おはようございますって。ビーチキャスト、トーバルさんと一緒だよお前。ビーチキャスト、トーバルさんどんなわ。うっすうっすうっすだぜ。おはようございます。声の声量も薄いし、うん、うっすうっす、やかましいわ。うっす、おはようございます。そうそう、ちゃんとおはようございますっていう、やっぱそのやっぱ初心に変えることでさ、うん、挨拶大きい人ってやっぱ好かれるぜ。新十助の首里石峰さんとかそうさ、うん、おはようございますやし、おはようございます。でもあのうるささはやっぱ好かれるわ、うん、だから改めて考えよう、うん、愛嬌ってなんだっていう、うんうん、話。そう、え、おはようございます。おー、なんか俺作業員の人かなと。すいません。わかる、うん、めちゃくちゃニコニコして見るじゃん。めちゃくちゃ目悪かった。はい、一応まあそうですね。まあ本当に O1 グランプリのちょっと今敗者復活戦 の、 そう、ね、のためのネタ稽古中と、うん、いうことで、今土曜日ですね、次の、うん、次の土曜日なんですけど、そのネタで使うコントの音源っていうか、うん、がちょっと今なんかで何サイトの関係上載せきれないかもしれないみたいな。そうそうそう、だからちょっと音楽ってそんな簡単に使えなくて、うん、やっぱその著作権の関係上、はいはい、ちょっと簡単には載せれない。まあそのテレビでやる分にはいいらしい、うんうんうん、別に。ただそのちょっとね、今回の敗者復活のシステムが、うん、その いつも例年通りだったら、うん、その敗者復活やりました、はいはい、その場で視聴者投票で決まるんだけど、うん、今回からちょっとシステム変わって、うん、あの12日の敗者復活で、そこから25日まで投票が可能、うんうんうん、でその選ばれた人が決勝戦に行ける、はいはい、でこのサイトに載せるさ、うんうん、敗者復活終わった後の25日までの、うん、ここに載せるためにはちょっと音楽が、入れ込めないっていう著作権の話で、だからちょっと俺たちに敗者復活でやろうとするネタがちょっと音楽が2つあるんだよね、はいはい、それがちょっとアウトらしい、うんうん、別にダメな歌とかじゃないんだけど、ただ音楽が厳しいってだけ。これは新たな試練ですね。でも著作権ってこんなに厳しかったっけ？厳しくなってない？なんかな、俺なんかの頃著作権厳しくなかったよな。もう、いや分かるよ、言ってる意味めっちゃ分かる。なんか昔かる、ワッター時代あんまし厳しくなかったよ。大人になってからだな、こんなに。てか、いや、令和入る前、うんうん、平成29年ぐらいからちょっと著作権っていうことだからよ。や、だ多分ゴエクエショさんが広めすぎてんに、あ、沖縄に著作権ないよって言いすぎて、うん、著作権側の人たちが、あ、だった、仕事しなきゃっていう。あ、それで気づいたってのもあるかもな。ないよや。意味わかるだろ。意味わかる、意味わかる。著作権側の人間たちが、うんうん、あ、だった、仕事しなきゃ、私たち結構著作権やられてるかもしれないって気づいたってことね。いや、しがわった時代は安心、著作権厳しくなかったけどや。うん、何、そのなんか心当たりあるわ、うん、どこどこでは使えてたけどなとかある。あー、いい質問だな、それ。そう、めちゃくちゃいい質問だ、楽しい。お前だけにそれ。え、その言ってるのは、うんうんうん、あの著作権使ったことあるよなとかだろ、うんうん、え、普通に考えて、なんだろう、平気でライブとかで、まあな、ミュージシャンの、だからそのライブとかでは全然できるさ、うんうんうん、ライブとかでできるけど、うん、この配信とか、うんうん、まあ、コロナ禍でどうしようかなって配信システム取り入れてるところが結構多かったり、うんうん、だからちょっとあの著作権がすごい今もう周りに見張ってるというか、うんうんうん、著作権たちがシャ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 、ムカつくわ。よし、
この音聞こう、シャ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 ってあの周りに、うん、あの SP みたいな感じで、うん、黒いサングラスやった著作権たちが、こいつ流すぞ、こいつ流すぞ、流した流した、おいおめえ、あ流すだろお前、あっていう、もう著作権たち、待って待って、やばいね、どこで見てるかわからんので、やばいね。さっきマネージャーに聞いたら、その音楽使いたいと、マネージャーに聞いたら、その人に確認しないといけないっていうなんていうのかな、その人も、あのうちの芸人が音使いたいって言ってるんですけど、うんうん、でまあ言うさ、それは、うんうんうん、覚えてないやん、ね、多分覚えてないと思う。簡単に言えば、アリンクリンで、あのアリンクリンチャンネルの中に、うんうん、クラムチャウダーっていう歌があるんですよ、はいはい、あ、おばあが作ったあのスープ、うんうん、おばあが作ったあのスープって、うん、まあ著作権あるとしてよ、うんうん、多分ないと思うわけよ、また、うん、ないよな、多分ないよな、うん、であるとして、うん、俺たちは5年後、うん、もし東京とか大阪に行って、はい、まあ芸人活動します、うん、急にで知らん番号から電話来て、うん、あ、もしもし、私、うん、ありそうな芸能事務所、うん、プロティックアージェンシー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 という、うん、芸能事務所の方ですけども、うちの芸人の、うん、トントコトンが、トントコトン、トントコトンが、トントコトンっていうんですか、オーバーが作ったあのスープを使いたがってるんですけども、はいはいはい、いいですか、トン、え、事務所名前したっけ、プロティックアージェンシーなんですけどもそれ腹立つんですけど、プロティックアージェンシーのアハゴンです、え、プロティックアージェンシーのアハゴンですけど、プロティックアージェンシーのアハゴンさんっていうんですか、はい、うちのトントコトンが、トン、え、トントコトンが、トントコトンが、あのオーバーが作ったあのスープっていう、もういいや、やれ、勝手に勝手にやれ勝手にやれ、腹立つわ、プロジェクトアージェンシー、めんどくさいな、めんどくさいやつな、でもそれはそれでも勝手に流されても腹立つかもね、確かに、まあな、よく考えたら勝手に流されても腹立つわ、あ、間違ってはないよ、間違ってはない、確かに、まあだから今吉本興業っていうすごい分かりやすい事務所にいるけど、うん、本当にプロティックアージェンシーから電話来てみたい、言いたいだけやし、プロジェ、何、プロティックアージェンシー、プロティックアージェンシー、なんか芸人部門とかあるわけ、あるある、芸人ミュージシャン、トントコトンがね、貸してって言ったら多分貸せるかもね、それ嬉しいよね、ちょっとでも怖くない、うん、ちょっと怖くない、警戒しない、吉本興業とかとは別に分かるさ、うん、プロティックアージェンシーから電話来て、うん、音源使いたいって言われたらなんか怖くない、ちょっとサインもらってもいいですかとか言われたらなおさら怖いだろ、まあまあね、まあね、トントコトンも怖いしね、トントコトンも怖いし、全部嘘なんじゃないかって思ってさ、うん、吉本沖縄のアリンクリンっていう、うん、まあ、さらっと今もう、まあ、染みついては来てるけど、染みついてるって、いや染みついてきてるけど知名度的にも、うん、ちょっと分からないし、浸透してきてる、だから著作権はまあ間違ってないよ、うん、ちゃんとしてるよ、ヤシが終わった時代は、なんかそれさっきからこれやろう、マジまだ28やし、うん、40から使えそう、こんなに難しくなりましたっけ著作権って、まあなあ、ワッター時代は著作権やっても、まあせいぜい罰金ぐらいで終わったよな、うん、罰金？罰金2万円ぐらいで終わってたよ、あの時はな交通違反みたいな、あの時は全然大丈夫だったけどなみたいな、はあ、ダメです、交通違反もダメです、そうね、まあでもちょっとまあ考えてはいたんですけど、どうしようかなってことをちょっと、まあでもすり替えれるやん、すり替えれる、うん、すり替えれる、あの悪いこと怪しいなお前、怪しく聞こえるけど、うん、あの音源、そのダメって言われた音源を、うん、オリジナルで作ればいいじゃん、一つは作れる、あの後輩に栄一郎がいるから、うん、あいつ結構音楽作れるんですよ、うんうん、あいつに頼んでいける、うん、ただあと一個の民謡は、うん、ちょっと、テルヤリンケンさんにお願いするしかない、さっき LINE 来てたでしょ、さっき LINE 来てたな、お今 LINE しない、ちょっと待って、なんで最近リンケンさんのところ行ってないから俺たち、あ挨拶な、顔出してないから急にリンケンさんコントで使いたいんですけど、音もらっていいですかっていうのちょっと失礼かもしれない、いやいいやん、ね、仲いいし、お久しぶりですから、じゃあ入るか、うんうん、うん、お久しぶりですから、後で LINE しよう、そうだね、どれかい今やるって感じだったでしょ後で LINE しよう、うん、いやそうですね、いやもう本当大腕敗者復活はもう勝とう、勝ちましょう、俺もよ、あの結構周りに行ってるわけよ、うん、あの親戚とかさ、うん、いとことかに、お確かに、あのそういう集まりがあるぞ、例えば、うんうんうん、お盆でも何でも、うんうん、
だから今度集まるの正月 だはずねっていう話になるさ、うんうんうん、あでも正月ってクリスお笑いの大会出てるからいないよねっていう話になってんのよ。今年結構まずいです。いや正月僕もいないんですよって俺も口で言ってんのよ自分で、うんうんうん、見てみや、ちょっとフリーになってる。やばいさ一瞬、まあ、敗者復活はもちろん勝つけど、うんうん、もし勝てると思うけど、もし勝てなかった場合ですよ。勝てなかったら俺海行く、その手伝いっつって、うん、もう決勝進出してないのバレるさ、うん、だからちょっとでもいやそれでも悔しいから、うん、ちょっと先輩の手伝いっつって海でもう石を、うわ寂しい、投げる。結構悲しいなそれはな。で携帯で O1 決勝見る。うわデージ、これそんなクリス見たくないわ。だろ、うん、頑張れよ。だろ、うん、頑張れ。俺著作権言ってる場合じゃないな。そうだよ、ごめんな、お前そういうプランがあったのか、うん、みんな集まってな、ここに、まあ、クリスもプライドがありますよ、それは。リュータももっとお笑い好きになった方がいい。お前様子おかしい、今年、うん、今年様子おかしいぜ。なんか様子おかしい、急にファッションに手出して。リュータ、日がリュータってさ、ファッションしなくていいんだよ。お前一生島造り履けばいいのに。俺、菅田将暉になりたい。っていうのも菅田将暉っていうのも、この吉本沖縄のなんかイケメンボイスなんだっけ、ボイスね、そのコーナーみたいなのあったんですよね、ライブみたいなのが、うん、それが原因ですよ、僕を作ってしまったの。みんなが褒めすぎた、お前を、うん、あのごめん。やっぱさ、ファッションって楽しい。モグラがペガサスになりたいって言ってるようなもんだよ。なんかそれ全然わかんないけど、モグラが、うん、いつかボクチン、うん、ペガサスになりたい、ボクチン、リュータが菅田将暉になりたいってのはそういうことだけど、まあ、大きく言えば菅田将暉になりたいさ、うん、菅田将暉、なんでかって言ったらやっぱりかっこよくなってるさなってるでしょ。分からん、もうどこまで、いや、マジ考えるよじゃあ俺あの子に戻るか、ここに、ベルト、何ベルトもつけないで、あのトラロープのベルト。リュータベルトしてなかったんですよ、昔。昔トラロープのベルトつけてたんで、俺はここに。あの軽トラでね、うん、あの荷台、そうそうそう、荷台でよく見るあのトラ柄のロープな、ロープがあるさ、あれベルト代わりにしたりとかし、もう一回するか。すごいよな、もう一回する。携帯も持ってないとか。リュータ携帯持ってなかったんですよ、ずっと。お前長い2年ぐらい持ってなかったよな。侍だったよ。そう、ずっと自分で俺侍だからっつってて、うん、連絡取れんばよいやもう侍だから侍だからじゃんばよ、連絡取れや。そうそうそう、せめてじゃあそのじゃあ どんぐらいまで戻ってほしい、どんぐらいまで。ああでもさ、うん、あのリアルに口ひげはさ、うん、ちょっと生やしてもいいんじゃない。ちょっとめっちゃ整えてるよね、口ひげ。整えてないし、自然にこうなってる。キスしやすいため。バカかお前なんだそれ、何そのキスしやすいためのひげの整え。違うわ、だってどんぐらいまで持ってほしいの。あ、じゃあこれね、ここね、縁と髪を、お前ね、髪もつけたの、俺がロン毛の時な。あ、ロン毛、リュウタずっとロン毛だったんですよ、うん、いや知ってる人は知ってると思うけど、あの時の野人さは、うん、いいと思うよ、うん、なんか最強に見える仙人、言えばもうバカボンだよ、マジで。あの時の侍、マジでその侍、 あの漫画あるさ、うんうん、まあ、あんなぐらい戻ってほしい。お前のイメージ何だったの、あの時の。逆にあの時何をイメージしてた、本当に。確か言われてみたら、なんであんなことになったの。あの携帯も持たない、うん、カバンも持たない、いつもビニール袋だったさ、うんうん、カバンの代わりに。でベルトもトラロープ、うんうん、島造り、ヒゲも生やしっぱなし、うんうん、髪も伸ばしっぱなし。確かに野人なの。なんか那覇に染まりたくないみたいなのもあったのかな。あるかもね、根本的な話だよね。うん、なんかわかる、あ、わかるわかる。北中カジャキャラをずっと演じてたのかもしれない。わかるわかる、意味わかるだろ。うんうん、リンケンさんなんかとも一緒にいたさ、で、僕年さんとかも一緒にいる、二人の足元見たら毎日島造りとかっていうのも毎日見てるから、うん、あ、こういう、こんな感じでやっていけばキャラができるのかっていうことでやってたのかもしれない。あ、うん、そうですね。今はどうなの、そしてどこで変わったのそれ。どこでシティーボーイになったの。まあ、那覇の餃子の味を覚えてからかな美味しかった美味しかった。でもそういうなら、初恋クロマニオン松田さんも、うん、ずっと俺は読谷住むって言ってたけど、うん、那覇だもんな今、うんうん、やっぱ
天気の時ってあるんだな。まあね、まあね、誰しもが、うんうん、って考えたら初恋来る前には新本さんだけだよ、ずっと地元にいるの。本当だな、ずっと地元にいるの。あの人が一番読みたい範囲強いかもな。あの人が、うん、あの人こそもう、うん、地方芸人というか。確かにあの人地方芸人だ。地元を大事にしてる。地元大好き芸人だ。新本さんだよ。あと誰？まあひげ丸はなんかひげ丸とはまた違うんだよ。新本さん、ひげ丸はなんか甘えて実家にいるのよ。ひげ丸、丸キュービルのひげ丸ってさ、ね、あの俺ちゃん後輩なんだけど、あいつ甘えて実家にいるわけよ。よっしゃ家賃払わなくてラッキーっていう。新本さんガチで地元やさ。ガチ地元だよな。ガチ地元、ガチ実家だよ。ガチ実家、ずっと実家。多分偽実家ってあるわ。そのままもらおうとしてる。もう実家土地、まあ、長男だっけ。お兄ちゃん、あ、お兄ちゃんやるか。でもニーニーとかいるってよ。ああそっかそっか、うん、お前はさ、クリスはクリスでさ、うん、そんなになんか、まあ、沖縄市出身なんだけど、どこにいてもおかしくないな、クリス。俺ってそうよ、うん、で昔からさ、俺の地元ってさ、クリスって地元ある？あ、あるある、山内中っていうぐらい、っていうぐらい、クリスってどこにでもいる。あ、そうだよね、染まれる人。そう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 、うん、だから、その昔からそうなんだよ。俺の中学校ってさ、うん、なんか姉妹意識強いとことは違くて、うんうん、みんな派遣みたいな感じで。派遣？本当に学校ってこと？本当に山、俺たちの時代の山内中学校は、うん、まあ、オレンジレンジさんも通ってた学校なんだよ、うんうん、一緒なんだよ学校。そこは、まあ、なんていうのか、俺たち、俺で言えばそのリュウダの地元北中グスクに結構行ってたりして、うん、心がよく一緒にいるみたいな、うんうん、とか、うん、友達といえば小座の人と仲良くなったり、うん、那覇の人と仲良くなったり、もうみんなバラバラなの、うん、なんでか知らんけど、うんうんうん、茶壇の人と仲良くなったり、うん、だからなんか派遣って思ってる。派遣ではないけどね、派遣が。だからなんかその引き抜きというか、うん、姉妹意識が強い、例えば北中だったり、うん、小座とかだったり、うん、茶壇とかだったり、うん、結構この三強は姉妹意識強いのよ。三強、うんうんうん、北中、あの時の俺からしたら、うん、俺の見解ね、完全に、うん、北中、小沢、茶壇っていうのは姉妹意識強いから、うん、まあグループ、大企業だけど、うんうん、茶壇、楽しいの、聞けるな、小沢、うん、北中グス、うん、で、そこで俺は北中に引き抜かれたって感じ。まあ自分が言ってたんだけど、まあまあ、楽しそうでしたよね。楽しかった、楽しかった、うん、だから結構ここではない遊びとか、うん、あこんなことして笑うんだ、あ、うん、こんな遊びするんだっていう、いろんな、すごいな、お前少年クリスってのがすごいな。だからそう、いい意味で、いい意味っていうか、うん、興味がすごいんだよね、うん、好奇心、うん、好奇心がすごかったんだよ、みんな、この俺たちの地元って、うん、他に対しても、うん、それみんななんだ、学校も違う友達もみんな結構やって生きよったんだ。だからリュウタが知ってる俺の同級生のラッパーのダイヤとかいるでしょ、うん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 、ダイヤも小座とずっと遊んでたりとか、とか、うん、だからそういう興味を、好奇心、うんうんうん、でそこからラッパーになって目指して、うん、夢ができて、うん、俺も北中グスクでお笑いと夢ができた、うん、だから夢見つけたことに関してはすごくない？本当だよな。だって若いだってやりたいことが見つかったって19でバイクもね、その免許も取ったしな、うん、なんかな、楽しそうだったしな、お前な、このバイク見てから俺もバイク欲しいなってなったんでしょ。そうそう、うん、だから好奇心って最強だよね、うんうん、いろんなことに好奇心も。確かに確かに、いろんなところにいたんですよ。僕なんかはまあ固まっていたんですけど、クリスはたまに来てな、たまにすぐ帰って。でも逆に思ってたことがあって、うん、お前たち地元全然他と仲良くならないわけよ、うんうん、逆に、うん、これはずっと言ってたよな、俺な、ずっと言ってたよ、もっと他と仲良くしないとって、うんうん、すごいな、こんなの感じてたんだ。感じてた、うん、みんなにいい顔を知れよって、いい顔知れよって、なんかそれ、なんかそれ、違う違う違う、八方美人やし、それなんかそのクリスはいい顔、わざとクリスはいい顔してるみたいな言い方やしま、それクリスみたいにいい顔してよってことでしょ。でで当たってるでしょ、それいい顔してよじゃないでしょ、うん、自分でいいんだよ、うん、今の自分でいいんだよ、あ好奇心があったらそれにいいさ、うん、でも分かる、好奇心があるけど、うん、俺地元あるからやっぱあんまり行かんことかじゃなくて、うん、俺は好奇心のままで行ったわけよ、うん、本能のままで遊びに行ったわけよ、うん、こっちが楽しいから、うん、でいいやし別に、うん、で実際やりたいこと見つかってるし最高さ、はあ、音はどんな音、音その時の音よ、音もうこれで締めよう今日。なんで音って、好奇心のクリスの音よ、音、はい、え、いや聞くなよ。
分からんわ。音さ、音な、な、何を言ってんの。その時の歌、何が歌でもいいし、何が締め、その時の歌でもいいから。お前も分かってんし、うん、違う、何を、その時の歌よ、この思ってる時の少年クリスの歌よ、その時のぶつけて今日終わろう。歌な、何言ってんのこの人。はぁじゃないよ、お前疲れてんだ。違う違う違う、俺、じゃあ俺に振ってみ。何を。歌とか、もう歌ったら歌ば。俺なんて言えばいいの、俺なんて言えばいいの、俺なんて言えばいいの。俺に聞いてみって言ってさ、うん、なんて聞けばいい。ああ、じゃあその時の少年龍太の歌ってみって言ってみ。いつの時よ。そのお前に言われてる時の、もう そのままでいいんだよって。ああ、なんかそういうことよ。じゃあ龍太が、じゃあ俺好奇心のまま向かって行くやつさって言ってる。うん、好奇心のまま向かって行くやつさって言った方がいい。なんて。はぁ、好奇心のまま、なんかあれみたいし、砂みたいし、毛細血管いっぱい詰まってるとこ、ワーキー。いや、急にシラフ戻んなよ。シラフに戻んなよ。酒飲んでないんですか。あ、そうかそうか。まあいいや、もういいや。もういいです。なんで呆れてんの急に。じゃあ少年クリスの歌歌ってみ。もう少年クリス、その時のよ、聞いてた、うん、著作権とか厳しいから。はぁ、いや、でもなんかダメなのもあるっていうの。この歌詞でもダメなとこあるよね。そうなの。 YouTube は大丈夫か。アカペラさ作るよね、今即興で作るわけよ。でも動画サイトあるよね、歌詞はダメなところ。 あるよね。あるんだよ。ああ。なんで、どうしたの。俺にじゃあ振ってみ。なんて。その時の歌よ。はぁし、もういい、絶対ウケない。携帯持ってない時の歌って。携帯持ってない時の歌、そうね、そういうこと。そんなの、そんなのよ。なんか締まり悪いわ。うん、締まり悪い。この方向に行かんが良かった。なんで歌って。だからリューターがもうそろそろ終わりたいか分からんけど、なんかもう急に締めに行ったから、急に居酒屋で言えばな、お客さんまだいるよ。はい、じゃあ飲み放題飲みます、行きます、イエーイ。あ、待って、今11時、すみません、閉めます、閉めます、閉めます。そんな感じで、え、飲み放題始まったんですよ。そんな閉めますみたいな終わり方してないでしょ。したよ。はい、それではクリスさん、その時の歌どんなでしたっけ。なんかそれ、なんか音ってでしょ、難しくない。プーじゃないのよ。プーじゃなくて音とかいっぱいあるさ。たーなんか、なんかそやればいいわ。ね、な、今何分ですか。27分。ね、もうこれ体内時計でもいい、そん時間気にしなくていいさ、リンクリンレディオは。ちょっともう、じゃあ分かった、じゃあ聞かせて、じゃあ一回見本見して、うん、もうリューターがお前さ、この俊敏さはやった方がいいよ。毎日なんか考えてから、あれ、あ、今こんな状況だからこれはウケないな、アランド、やむちらすぐすんばい。え、分かるよ。ねえ、いやいや、クリス、このうぬちらごはん、この顔で、いいよ、今11時だから閉店しまーす。アリンクリンできるように締め方がヌーヤンピア、アランドヤーヤ、おもちゃやんばよ。最悪だよ。ええ。誰がおもちゃも。最悪だ。最後に最低なこと言うなよ。じゃあ分かった、じゃあ見本見して。はい。あの、リューターが。流れでよ。はい。こんなしやってみ。今、むちゃぶり封じしてみ。俺も。早くやって。はいね。これ、とっても楽しいな。やっぱり、こんなしから、さっきご飯飲んでからよ。デージ面白かったさ。はあ、もう、やがてですか、時間的には。はいはいはい、何の話、うん、何の話だから、違うリュータどういう、なんか俺が今疲れてるみたいになってない。なってる、めっちゃなってる。なんか俺がこう、違う調子悪いみたいになってる。待って、うん、めっちゃ調子悪いし、うん、しかも俺に言ったさ、で見本見せてっつってやればいいさ、すぐ。なんですぐやらん。今やったさ、音出してないやし。今やってた、この人やってからバーッなってから、じゃあ比嘉さんもうそろそろですけど、今の流れは音の流れさ、で音での締め方がわからないから、比嘉さん見本見せてってことで音出してっていう今フリしようとしたわけよ。そしたら龍太が急に酒飲んだから、え、もう終わりですかって言うからっていう感じだったから、だから今ミニコントに入ったんだよ。で龍太がお笑いやろうと思った時の音って何。ちょっとそれはやってないでしょ。ちょっと待ってなあこいつ、違う、いや、ビビるし、なきゃこいつ、急にやったらびっくりするし、そればよ。俺も違う全く俺の言い方はめっちゃナチュラルだった。2人一緒だよ、全然違う。もう一回やるか、一回みんな巻き戻して。楽しかったな、この話だから。やる話やっぱ面白いっすよ。俺も楽しかったよ。
その締め、急にリュウタが締めに行って、はい、今日の音っていう時までは楽しかったけど、急に変な締め方に行くから、なんで音って聞いたら、お前早くやれよこんなのってことで、今俺が振ったやし、じゃあリュウタ見本見してって言ったら、ちょっと待ってよってなったやし、お前違う違う、本当に違う。何ですか、何がしたいお前。あー違う俺やりたかったのにこんな笑いが。わけわかる。うん、絶対わけわからんじゃないよ。わけわかってなかったでしょ、お前も。クリスは北中グスクソンに来たんでしょ、うん、ちっちゃい頃、うん、いくつかわからん高校ぐらいの時か。だから一回やってみるわ。うん、高校来たさ、うんうん、来た、とっても来た。で、お前がさっき名言入ったいい言葉だった。なんて。人は好奇心で行動するんだよ。俺はこうやって、ね、だから今のクリスが出来上がったんだ。そうです。その時の音よ、音。全然違う。なんかそれお前全然違う。それが正解でもいいんだけど。もう分からん、もうこいつ分からん。歌よ、歌だよな、俺が聞きたいの本当は。これ投票したい。これ若田さん分かるでしょ、俺が言ってること。これ投票したいよ。絶対俺が当たってる。これ皆さんコメントください、どっちが今当たってるか。これどっちが当たってるか投票やぞ。どっちが当たってるか投票ください。これ皆さんコメントください。コメントください。クリスだと思う人はクリスに1票で、ヒガさんだと思う人はヒガさんに1票。マジでこれ決着つけよう。悔しい。マジで俺が当たってると思わない？じゃあ分かった、リュウタが言いたいことは分かったよ、うん、歌でしょ。歌だったら音って言わなくない？音とかさ、音とかさ、一回やってみ、一回やってみ俺に。リュウタが分かった、うん、リュウタが初めてエイサーやった時の音ってどんな音？本当にこれダメだこいつ。違う違うよっていうことやんばい。やばいわ、やばい。何がおかしいの、何がおかしいの。今の顔やばかっ。何がおかしいのっていう話やんばよね。分かったよね、意味わかるよね、こういう感じの。分かった、多分お前博物館の人と話し合うな。うんな、多分そうね、芸術家みたいなちょっとあるかも。多分お前ピカソとしか話し合わんぜ今日。本当にピカソがもう分かるはずよ。だからピカソだけしか分からん、お前を、お前のこと理解できる人は。あ、そうです。ピカソだけ、うん、お前今絵描け、なんかすごいアート作品生まれそうやなんかあれ、うーん歌も何でも何でもやってごらん。さっきなんだっけ、お前の音よ、お前の音。ポーン、絶対嘘、絶対嘘だぜ。笑わそうとしてるしや、マジで分からん。まあいいや、とりあえずコメントで、ください一票。ちょっとね、今日は熱、どっちが当たってたか、すごい熱い戦いだったんですけども、クリス日票の人はクリス日票、日傘日票だと思う人は日傘日票とコメントください。お願いします。お願いします。ちょっと今日はね、ここで一旦締めましょう。 OK、 今日なテーマ分からんやつだ今日の話。また次回、アジェア、アジェア、明日ね。